なんかキモいね。この腹から出てるのなんてまるででっかい。そいつはもう放っておけ。さっきイタチとお前が兜の江戸転生を止めたと言ったな。だがマダラとかいう江戸転生は止まっていないようだぞ。これ見て見てみ。これだ、全てを知る人間。里がどんなに闇や矛盾を抱えていようと、俺は木の葉の内派イタチだ。一族里、とりあえず会わなければならない奴ができた。オロチマルだ。はあ？全てを知る人間に会いに行く。あら、君にだって。水月、オロチマルを舐めすぎだ。また君の体は狙われるよ。奴がこの戦争を知ったら乗っからないわけがない。そこの兜の体の一部をえぐって持ってきてくれ。え、人の言うこと聞かないのに人が言うことを聞くと思う？君もだけど、大体何なのこれ。会社法院。まさか君たちの方から私を復活させてくれるとはね。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。あんこの中でずっと見てたから。俺はあまりに何も知らない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。お前がこれからどうなろうと、そもそもの始まりは何だったのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。兜の力を全て吸い取って殺すつもりだよ。用心した方がいいって。寝首をかかれるかもよ。なぜか不思議な感覚。場所はどこだ？あなたもよく知ってる場所よ。さあ行きましょう。このチャクラ、なんだ？奈良の忍び名、わしのチャクラを受け渡しに関してよく分析してやがったな。何これ、カロリーか。ナルトのガキ、キュービのチャクラを渡してるのか。力が湧いてくる。もしその作戦がうまくいかなかったら、生きててめえが指揮を取り、しかまる。お前は山中家の紫の家紋、萩の花言葉通りに育ってくれた。その前に母ちゃんに見つかれねえように物置の左棚の木箱の中の。全部わかってるよ、心配すんな。入った。ち、またか。次々来る。今度は奈良の縛りの術。ネジ！ネジは我々の中でつながり生きている。俺自身に言い聞かせた戒めでもあった。一生向き合っていくことになるんだ。だから忍び耐えるもの、ここで生きてるってことじゃねえのかよ。俺は本当のネジをここに置いておきて。前回よりもはるかに強く。おい。貴様の思い通りになったな、四代目ホカゲ。こいつはもうとっくにてめえらを超えてるぜ。まあこれが貴様らがナルトにつなげたかった力なんだろうがな。27! 死んじゃう！逃げんだよ！
ここか。あったわ。すべての秘密が眠る場所へ。ここも随分変わったな。暗礁に浸り、過去をなぞることで己の決意を再確認する時間が必要なのよ。なら始めるわよ。これで死神の中にあった私の両手は取り戻すことができる。ジュゴ、サスケ、水月、準備なさい。やはり六体、トビは随分身長を期していたようね。江戸天聖の術。代のホカゲたちが。これが初代ホカゲ。オロチマルさん、どうやって。私を見くびりすぎよ、ミナト。またオロチマルとかいう忍びか。どういうことだ。どうやら我々はこの世に再び蘇ったよう。貴様は誰ぞ。四代目ホカゲです。ほう、四代目だな。して五代目は誰ぞ。お孫様の綱手姫ですよ。俺の掛け事まで覚えて、それをもう。二代目、あなたのしてきた政策や作った術が後々厄介なことになってばかりでして、ね、確かにあまりいい術とは言えぬな。扉前よ。だからあの時黙れ。忍びの神、貫禄ね。俺はウチハ・サスケ。あんたたちホカゲに聞きたいことがある。ん？サスケか。イタチはウチハ一族の復讐として俺が殺した。そうなったか。身でかつての忍びや里の誇りを感じ取る繊細な子であった。7歳にしてまるでホカゲのような考えを持つ少年じゃった。同胞を皆抹殺し反乱を止め、わしにお前を里で守ることを条件に出しての。犯罪者を監視させる名目で刑務部を牢獄と同じ場所に作り、生だら分子を助長させたのよ。まるでまだトラウマのようですね。そんなに内派が怖いと。一族と我ら千住一族は長きにわたり戦い続けた歴史がある。は敵同士だった。ウチハほど愛情に深い一族はいない。だからこそウチハはそれを封印してきた。強い愛の力ってのね。ところがこれが厄介なの。ウチハの者が大きな愛の喪失や脳内に特殊なチャクラが吹き出し、それが心を映す瞳、シャリンガンと言われるものだ。マダラは弟思いの男だった。貴様の兄以上だろうぞ。気にしない。純粋でもなければ子供でもない。万華鏡シャリンガンか。兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いて、あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから木の葉に復讐をするの。木の葉への復讐だと。ここでわしが扉だ。貫禄半端ねえ。分かった。そうチャクラを荒立てるな、兄じゃ。できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。今は戦争中です。ウチハマダラが復活。これはナルトとキュービのチャクラ。そうか、やったんだな、ナルト。話は後じゃ。マダラが復活したと聞いて事の重大さが分かっておるのか。オロチマルとやら、お前何か勘違いをしておる。わしらが本来の力に近いままこの世に転生された今回、貴様ごときの江戸転生に縛られるわしではないわ。そもそもこの術を考案したのはこのわしよ、兄者。となっては致し方ないぞ。わしは動く。
俺の細胞を取り込み縛る力を上げておるのよ。扉間、お前少し勘が鈍っておる。サルトビー、かなりの忍びを育てたものだ。さて、この人は違う。私の縛りをほどき、いつでも私を。さて、ではどこから話すべきかの。届いたばかりの夢を守りたいんだ。黙祷、分身。我が子であろうと、里にあだなす者は許さん。それが里の闇になる。いずれ始まりに、マダラと俺が望んだ里とは、一族と一族をつなげるものだった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。兄さんはあんたの意思を直接語ることもなく受け継ぐものだったってことだ。のたまえ、政権を奪取するつもりなら、うち派は木の葉の逆賊として処断せざるを得ぬ。それに内派相手に内戦となれば簡単にはいかぬぞ。何か策があるはずじゃ。力ではなく言葉で話しかけたい。わしが策を考える。父さん、母さん、俺は分かってるわ。イタチ、会え方は違ってもお前を誇りに思う。裏切り者もついに死んだが、あいつは木の葉の歴史上稀に見る大悪人ですよ。こいつだけは俺たちの手で倒したかったぜ。俺は木の葉学年の内派たちとして、もう一度忍び里を守ることができる。あんたを一番理解した忍びが内派一族だったとは皮肉だな。兄や内派鏡のように一族の枠を超えて里のために尽くしてくれた者も少なからずいた。内派鏡の子孫が内派子水だ。お前の兄、イタチの友だった男じゃ。どうやらわしは火影として失敗ばかりしてしまったようじゃ。私を差し置いてまで選ばれたのにね。みんな残念がってたわよ。内丸様、少し拗ねてます。三代目の前だから少しね。里を潰すのか。俺が疎ましいか。たとえ憎まれようともな、それが兄貴ってもん。貴様など殺す価値もない。愚かなる弟よ、この俺を殺したくば恨め。なぜ弱いか。足りないからだ、憎しみが。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場へ行く。この里をイタチを無にはさせん。もちろん同行しましょう。今だよね。なんだ、やっぱサスケか。てめえ、許せないだろ。すまなかったカリン。連中の中にさらにバカが一人加わるとは、マダラもびっくりだろうよ。おかげたちよ、狩りと里を目に焼き付けようぞ。会えるのは楽しみでもあるな。待ってろよマダラ、行くぞ。